お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらね、今トロフィーが6940というわけで、まあ、あとね、多分マルチ2勝か、まあ、運が悪ければ3勝をすれば、まあ、7000ね、展開到達するというわけで、まあね、生マルチしていこうと思いますというわけで、デッキがですね、こちらの、ラバホリですね。で、最近、結構ね、テンプレとかされて、いろんなところでね、グラチャレですね、まあ、グラチャレですごい流行ってるんですけど、マルチでも流行ってきてる、まあ、結構ね、今、もう流行、ペッカと同じぐらい流行ってるデッキですね。はい、こちらを使って今ね、ずっとやってる感じですね。なんか、なんだろう、意外とやっぱこう、そう、こんな感じで、ね、マルチでペッカがやっぱ多いっていうので、ペッカに勝てるのが、まあ、でかいですね。あとは迫撃とか、まあ、小物系に対して、しっかり勝っていけば、マルチはね、結構いい感じに今来れてるんで。はい、あと2勝して、ちょ、7000いって、あれもう、ちょっとね、夜遅くまでずっとマルチやってたんで、寝たいなと思います。だけで、そうですね、そう、ずっと、たぶん66の67ぐらいから、ずっとラバを使ってるんですけど、何がきついかな。言うてなんか、ペッカには、正直こっちが、そのね、間違った立ち回りをしないようにしっかりね、受けからこのデッキがの、まあ、その立ち回りといいますか、基礎的な部分としてはマジで受けからですね。これ負けたら40ぐらい座れるやつなんで、マジで勝ちたいと思いますね。マジで基本的に受けからなんで、まず受けからですというわけで待つんですけど、相手が4コストの対空系を割いたら、ラバ出したいと思ったんですけど、いやー、これあれですね、ペッカですね。これペッカはマジで勝ちたいんですけど、このユーノに対してゴブル出したら、そうなんですね、ワンチャン工場来る、 OK。 ユーノに対してゴブルを出したら、工場に対してゴブル出せないのが辛いんですよね。本当は工場ババに対してゴブル出して、ユーノに対して、まあ、ディガーか立たせない、まあ、ディガーで守りたいかな、理想は。もうけども今工場割いたんで、まあ一回ね、一回防衛です、マジで。これをディガーで防衛する、まあ、感じです。で、防衛します。オッケーオッケー。これ美味しい。このペッカは普通にラバー同塞はして、あのペッカを結構ね、メガごと、まあ、ベビとかで、できるだけ処理したいですね。対空で。対空でしっかり処理して、いきます。で、逆サイドが来たら普通にゴブリ置いて、これ、縦線でいいですね。オッケーオッケー。これベビドラ読みのベビドラが、じゃあ三角読みのベビドラが今たまたまね、はまりましたね。オッケーオッケー。だから防衛されるんですけど、これ普通にディガー飛ばして、オッケーオッケー、いい流れ。多分ザップかな、ザップ打つ相手が。打たない、オッケーオッケー。まあまあ、こんぐらいは、いや、美味しいですね。で、まあ、この言うのは、普通にゴブリで受けていいと思いますね。受けて、で、ワンチャンこれを三角で守って、で三角使ったかな、三角で守って工場バブで攻めるとか。オッケーオッケー。このゴースト美味しいです。美味しい。オッケー、強い。このゴーストぐらいは無視しても大丈夫です。重要ですね。で、後ろからここでメガゴから咲いてラバ出したら、ラバ出した瞬間に逆サイがちょっと怖いんで、一回様子見の、オッケーオッケー。これだけは縦線で大丈夫ですね。オッケーオッケー。いい。で、ここはしっかり空でも殴りたいですね。三角はちょっと厄介なんですけど、エレキ振ってきたら美味しいな。ザップだけ打って、ここ空でね、しっかりペッカ。ペッカは、まあ、縦線あれば縦線出したいんですけど、なければ、空でね、基本的に空で処理していきたいですね。オッケーオッケーオッケー。一回困ったらゴブリ置いとけばいいんで、高めにね。オッケー、この工場を置き切れますね。今動画撮ってて、あと2勝ぐらいで展開なんですけど、ペッカ引いてんじゃん。そうなんです。でもこれ取る低いんで、足りないんですよ。いや、ちょっとそうなんですけど、ちょっと集中モードですね。これは耐えれる。あと958なんですけど、これは正直適当にやっていけば削れるんですけど、やばい適当にしたらやばい。負ける。おいしい。で、工場はまた5分で起きて、5ザップ圏内まである。ファイブザップのダメージわかんねえんだよな。ギリ入ってん、圏内じゃない。圏内じゃないですね。これラバ出していいですね。オッケー。じゃあこれ逆サイだけ最後守れば勝ちっていうか、もうラバが削るんで、オッケー。だけど多分これだけだったらギリ届かないんで。よいしょ。オッケー。よ
よし、あともう2000円になるかなって感じですね。よしよし、順調ですね。ペッカはマジであの勝ちたい。ペッカには 今みたいな感じで、まあ、言ったらかもっすね。よしよしよし、だから工場に対してしっかりゴブリで、ペッカをしっかりね、ベビドラとメゴゴの空で、で間に合わない、どうしてもペッカのダメージ入りそうだったら達成も使っていいんで、でそうするとディガン、相手のユーノだったりゴーストだったり陸に対しての受けがやっぱ一つ足りなくなるんですよね。なんでそこはしっかりディガーでカバーしてあげて、でどうしても無理だったらメガゴでね受けて許容したりっていう感じでいくといい感じですね。ラバーしっかりラバーの形さえ、ラバーメガゴとかラバーの形さえ作れば絶対ラバー削れないんで、なるほどね。はい、というわけで、まあ、マッチングはちょい長いですね。よし、いや待って、あと2勝しても寝たい、マジで寝たい、やばいっすね、マジで。結構朝までみんなでマルチしてる現在そう朝4時半、まあみんなとスンポノスのみんなとケンツファブのみんな住んでるところが家が近いんで、そう隣、まさかの隣っていう、まあ、隣の建物なんでケンツが遊びに来てて、ケンツとみんなでマルチしたりいろいろ雑談したりしてて、気づけばもう5時、あもう左上に時間出てる、これ4時49分、あ来た、うわゼロ、あこれ枯渇だ、枯渇なんです、この人多分枯渇だと思うんですけど、枯渇もハイボザップで絶対無理に見えるんですけど、意外とそういけないことはないんですよね。全然いい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 、でこういう感じでユニットで守りつつ、うーん相手次な逆サイプリンかな、オッケーオッケー、これも合わしていきますね。このプリンが正直活躍せず終わるんで、これでね、これに対してプリンスケ来たら縦線で、あーじゃあインフェかこれさと、まあでもザップなんで僕、うーんでもこれあれだな、ザップ打ったとてそんな突破できなそうなんで、一応ザップ打って、OK、ベビー残る、 OK、 OK、 これベビー残ってバルキリー処理できる、あー高回転のバルキリー枯渇ですね、バルキリー、うわー相手なんか嬉しそうだなマジ、まあ、でも全然いけますね、全然いけますね。インフィニットはザップで突破できるんで、まあ、前半に変に突破しようとしたら難しいかもしれないんで、後半にしっかり狙っていきたいですね。これはまあファイブですね。さすがアイスピアルと縦線だけで守るの難しいんで、ファイブって端前プリンに来たらビビなんですけど、さすがにこっちからしたらプリンセスが厄介なんでしてこないと思うんですよね。ふうでとりあえずゴブリ置きます。あー来ますね、うわこれ一回こっちのワンチャンバレル投げてきますね。あさすがに来ないかな、一回これ投げられたら投げられてる辛いんですけど、相手はこれ結構きついと思うんですよ。バルキリーもギャングも咲いてるから、ここで攻めます。結構辛いと思うんですよ。あーオッケーオッケーオッケー、いい来た、オッケーオッケー、来た、よし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 、オッケー、めっちゃ美味しい、もう一発、ゴブリ強い、お前オッケーオッケー、いやこのファイブ打たなくてよかったかもな、まあまあまあオッケー、これアイスピー厄介なんでゴブリ一回止めて、オッケーオッケー、来た、相手がバルキリーとなんか咲いてたんですよ、なんだギャング、多分バルキリーとギャング咲いてて中継がなかったんですよ、アイスピートプリンとインフェとかになってなったんで、あんな感じで攻めるといい感じになってました。 OK OK、 これメガゴだけで処理して、このタゲをねしっかり後ろで取っておけばこのバレルもタワーで処理できるんで、ワンチャン姉妹プリン来るっしょ、ベビーが残ってるが今来ない、 OK OK OKオッケーオッケー、最悪かな、ファイブボールすればいいんで、オッケー、相手はオッケーオッケーオッケー、バレルワンチャン外してるなこれ、オッケーオッケーオッケー、いい、来た、これだ、次も勝って展開、よしよし、まあ、今のは相手が結構攻めてきたの美味しかったんですけど、普通にまあラバメガゴとかラバビビですね、ラバビビ組んでインフェルタルにザップ打てば後半ですね、後半に打てばしっかり突破できると思いますね。なのでゴブリ置いてしっかりね、なんか逆サイ攻められてもいい状態作ってからの後ろラバ展開しとけば、よし来た、よし行きます、ラストこれ
トロハンちょっとみんなトロ高いんですよ今の。みかんさんも7000円いって、ライキさんも7000円いって、ちょっとねここはもう行かないと、行かないといけないというわけでラストいきます。いや勝ちたいですね。ペッカーで引くとすごい美味しいですね。まあ、あとは絶対勝てないはわかんないんですけど、多分遅延クロスとかテスラクロスが鬼ほどきついですね。リーチ、リーチです。枯渇倒しました、あのゼロの、ゼロの枯渇を。あ、おやすーさん日本人だ。26だったの。26、うわー高えトロ7000で。でも基本的にゴボリでホグ守って、逆普通にホグ守った次にラバ展開して、声でうわワンチャンこれ抜かれますね、マスケで。なんでその瞬間メガゴリ速攻処理したいな。マジ？ファイブ打つんだ。いやーマジって感じですね。まあでもこれは普通に主力合わせて、あこれ来ますねホグ。けどちょっと許容していいですね、この許容して。うわーやばい、ワンチャンやばいか。いていていて、でもこれラバーが空いて結構しょ慣れてんな。これ今の間にこうディガー的づいたいですね、パピーが。でこのパピーファイボで飛ばされるんですよ。だから一回これ弾ける前にザップでリセットします。でももうそれかな、これまあちょっと早かったかな、ファイブ打たしてもよかったかもしれない。ここでラバ削りですね。でもうちょっと僕が遅くてよかったです。でもこの瞬間にホグ来ると思うんですね。いやー下手だったなマジで。あのザップするタイミングがワンチャンで早かったですね、僕が。今のもうほんのちょっと遅くしてよかった。でも本部さすがにザップっていうか繋げてきますね。一発も入んない。でこれディガーで多分削っていいですね、このゴボリちょっとだるいと思うんで。オッケーオッケー、この間ディガー削りのスケ咲いたんで、オッケーオッケー。メガゴンにアイスピ多分使って、でこれはワンチャンウッド縦線読み来るんで、ベビー受けて、オッケーオッケー。いやこれでもマスケで大丈夫、オッケーオッケー。ちょっとあのね今動画撮ってるんですけど、これ動画撮ってるんですけど、あのちょっと今集中してるんで静かな勘弁してください。こうホグ来てゴボリ出しても、いやオッケーオッケー。これは一応出して左側にゴボリこれで殴れる、流れるんで、で早急にこれメガ、あのあいつですね、マスケッティを処理したいですね。でこの間にディガー削りですね、マジでこれほぼディガーで削ります。でギリギリでタギ替えます。あ入れてない、落とし忘れそうなんで落としておきます。でここにファイブを使わせたいな。もう一回ディガー削りはやってるかな。まあまあまあディガー削りやばい、動画撮ってるよ今マジで、ご許しを。ゴブリワンチャン真ん中ホグマスケとか怖いんですよね。一応ゴブロいて、でこれで今ホグ相手裂いて、ここでケツラボですね、チャンスですね。ここで相手は今攻めれないんで、いい流れですね、流れとしてはめっちゃいいですね。であのマスケは適当にユニットで処理して2体目のマスケにハエボケを打ちたいですね。でこれディガー削りしたいです。よぼっ、んホグか、 あのマスケでもハエボ打っちゃおう、打って、オッケーオッケーオッケー、相手ハエボ外した、来た7000、よいしょー来たーよしよし、いやちょっといいですね、来ました。みかんさん、ライキさん、応援ありがとうございます。今ね、横に来てちょっと見てくれてたんですけど、7000来ました。僕らポノス7000トリオス30種、はい、ポノス30種、はい、ツイートしてきますというわけで、ちょっとね動画撮ってたんですけど集中しすぎて無言に、若干無言になってたんですけど、まあたまにはねこういう結構集中してるね動画もいいかなと、はい、思いますんで、ぜひねこのラバホリ結構使いやすい
のとデッキの完成度がすごい高いですね。なんで意外とラバ使ったことないやって方でもぜひね、レベルある方とかぜひ使ってもらえると、なんかそれでねラバめちゃくちゃ使いやすいみたいなこともあると思うんで、ぜひね、はい、こちら使ってみてください。というわけで、7戦いきました。でもうね近々試合もあるんでね、試合の方も頑張りたいと思います。ぜひね YouTube でね多分クラロワリーグアジアって多分検索すればあると思うんで、そちらの方でね試合もぜひ見て応援してもらえるといいなと思います。というわけで YouTube の、はい、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。